2014年11月19日にベトナムのハノイに、行きまして、ハノイ郊外の、花市場と農場を視察しました。視察にあたっては、現地の日本語ガイドさんと車をチャーターいたしまして回りました。まずは花市場です。花市場では、いろいろな切り花が並んでおりまして、特に日本の、オールシーズンを通じての花がありました。バラ、菊、ひまわりなど目につきました。バラの花は50本一束で1本100円ぐらいだそうです。このような日本では雑草のようなものも売られていました。それから郊外の、田園地帯に行きました。稲刈りは済んでいましたが、飛行場に穂がついていました。アヒルの養殖もされています。それから塩菜、空心菜ですね、これを摘み取っておりました。花も咲いています。それから、野菜畑が点々とありまして、これは裸足で耕していますね。それからこれは、パクチーです。から、さつまいもとじゃがいもが一緒に栽培されていまして、じゃがいもは結構藁を入れてあるようです。さつまいもはこのように、草取りを始めていました。これで手で取るのは大変でしょう。から、スイートコーンはあちこちにいろんな大きさのがありました。ウサギをなんかペット用に運んでいました。からこちらは野菜畑で、竹の支柱がかなり、ほとんど使われております。からこれは、小ネギと、それから、春菊とネギの混作ですね。からこれは見事なカリフラワー畑です。中にはこんなに大きくなっている取り頃のもありました。からその間のあぜは、まあこれは非常にあぜ道狭いですね。こちらはキャベツ畑で、日照りに続きのせいかちょっときゅうりも元気がありません。からこちらは今度は乾燥に強いトマト畑で、冬に向かうというのに、日本とは違って冬がありませんから、トマトが中玉ですが良くなっておりました。からこれは、菊の、ベッド栽培です。こちらは春菊のばらまきのようですね。から、湿気が多いのか、みなさん長靴を履いて作業していました。これは日本にはない作物です。これ、果樹もこのように見受けられました。からよもぎの、栽培がされていまして、順番に刈り取っているようでした。からこれは、カリフラワーと春菊の混作ですね。こちらはかぼちゃ苗と、葉物の混作です。周りにサラダ菜があって、間には何かが芽を出しております。こちらはじゃがいもと葉物の混作です。これはコールラビの栽培です。それから最後になりましたが、インゲンの見事な畑です。つるありインゲンが次々と花を咲かせ、日本の冬の時期に相当する現在、次々と実をつけておりました。これが、ベトナム農業の一つの特徴だと感心した次第です。今回も見るべきものが多かったように思いました。以上。